はい、こんばんは、島津です。皆さん本日は新しいフリーホラーゲームで遊んでみたいと思います。タイトルはドライビングホームといった、ゲームです。こちらはですね、主人公が仕事を終わらせて自宅に帰宅してる最中に車のガソリンをね、補給しておくのを忘れてしまってガス欠になってしまうみたいなんですよ。それで森の中で立ち往生してしまって、助けを求めるために、森をさまよっていたら、どうにかなってしまう、といったね、ゲームみたいです。はい。それでは早速やってみましょう。あ、運転できるっぽいね。うん。ガソリン、ああ、もう入ってないね、確かに。まあ、みんなには見にくいかもしれないんだけど、針かな？うん。ガソリンの針がもう底をつきそう。これは、まあ、しばらく運転するって感じかな。うん。まあ、パッと見、現時点では、カーイとかは、特には起こってませんね。バックミラーにも異常なし、後ろも、まあ、ざっくり見て異常なし、あ、やばい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 。事故っちゃうね。車は通ってないけど、もしもの時のためにちゃんとね、道路は走りましょう。これは速度制限を守ってるのか、それともガス欠のせいでスピードが出てないのかわかんないんだけど、40キロしか出てないね。40キロしか。どこまで続くんだ。この道は。あ、待って、あー、切れた。待って待って、持ってくれ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 。ガソリンスタンドまで持ってくれ。ちょっとさ、クラッチ、あ、消えちゃう、消えちゃう。マジか、ダメか。あー。ガス欠。貝は？特にない。あ、異常なし。あ、出なさいと。路肩に止めた方がいいぞ。うん、引かれちゃうから。ねえ、結構いい車じゃないですか。路肩に止めといた方がいいと思うぞ。なんて？助けを呼ぼうっつってっかね。いるか？こんな。森ん中に。狼と熊ぐらいしかいないんじゃない？うん。あと、ね、アライグマとか。ラクーンくんぐらいしかいないんじゃない？どこ行くのが正解なんですかね、これ。とりあえず、さまよいましょうか。ちょっと走りたいね。走れないんですよね、現状。うん、まあ、標識には、違和感はない。え、マジでこれどこに行くのが正解？ああ、家あった、家あった。こんな山奥に。あ、よかったよかった。ねえ、ガソリンをちょっと分けてもらいましょう。すいません。ガソリンを分けてください。お願いします。誰かいますか？車が止まってるのは見えてるんですよ。いるのは分かってんですよ。ガソリンを分けてください。また後ろはセーフ。後ろはセーフ。ガソリンを分けてください。勝手に抜いていっていいですか？フラッシュライトで給油口を殴って勝手に抜いていっていいですか？うん、ダメですね。わかりました。なら粘って、お、開いてるやん。後ろ。これは、怖いぞ。後ろ空いてるわ。まあ、とりあえず中入って助けを求めましょう、つってますね。うん。ガソリン、お、開いちゃう、開いちゃう。家族が住んでるっぽいね。うん。三人家族かね。奥さんと旦那さんと、子供かな。
いないね。どうなってんのかな。死んでないよね、まさか。あ、てる、あ、そうそうそう。繋がらん。ダメ。これは無理。お、なんだ？音が聞こえたっつった？なんか今カチャって音したよね。だからガレージにいるんじゃないかなって踏んだみたい。ちょっと行ってみましょうか。ガレージの位置はここだよね、大体。開かない開かない。鍵がないと無理。オッケー。鍵はどこだい？ないな。今んとこ何も襲ってこないですね、平和。ちょっと怖いから閉めとこう。ね、なんか侵入してきたら怖いし。ないぞ。鍵。あったー。はい。じゃあ入りましょうか。すいません。ガソリンを分けてください。決して怪しいもんじゃないです。あら、もった！何の儀式？ざっくり見るとね、二人いる。この遺体の中に。遺体の中にっていうか、遺体としては二人分ですね。ちょっとまあ下はね、諸事情で今映せないんですけど。そうだね。なんかの儀式が行われてたみたいですね。あ、ガソリンあった。じゃあ、見なかったことにしときましょうか。ガソリン手に入ったから OK でしょ。帰ります。お邪魔しました。私は何も見てないですよ。もし家の中に誰かいるようでしたら私は何も見てません。ガソリンしか目が入ってません。早く帰りたいんで、もうガソリンしか目が行きませんでした。帰りますよ。開いてんだけど。待って。なんで開いてんの？お、待って。おー。あ、早歩きになった。早歩きに。早く帰ろうっつってる。めっちゃ早歩きになってる。いや、普通に怖いぞ。森から襲ってくんじゃね？わーっつって。おたけびあげながら。もうゾッとするよね、あんなん見ると。前方には特にいない。車があるけど。襲っては来ないね。ちょっと、ああ、びっくりした。いないよね、車の中。いない。おお、なんかね、車の影が、怪物に見える。じゃあ、行こうか。え？補給どっからすんの？はい。とりあえず、警察呼ぼう。警察呼ぼうぜ。はい、乗った。あ、大丈夫？大丈夫。まだいない。急げ！早く！この場から離れて。離れて。急げ、急げ。おい！なんで40しか出さねえんだよ。法定速度守ってる場合じゃねえぞ。緊急事態だぞ。もうちょっとアクセルを吹かしなさい。それかクラッチ踏んで。4速ぐらいかな。4速ぐらいにしなさいって。40じゃダメ。追いつかれるぞ、何かに。いない。ちょっと。頑張れて。もう、いいって。60ぐらい出していいって。普通に離れよう、この場から。え、大丈夫。離れよ。大丈夫。お、なんか聞こえてきたー。
なんて？おいおいおい！何も見てない。何も見て、わあ。ああ、怖かった。何も見てないって見逃してよ。何も見てないって、ガソリンしか見てなかったって。そんな、臓物が散らばってるとか見てなかったって。はあ。急に来たね。はあ。はい。ということで、本日はですね、シンプルなホラーゲーム、フリーホラーゲーム、ドライビングホームといったね、ゲームをやらせていただきましたが、ここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。今のは雰囲気からしてさ、顔的に、なんかね、首がすごい長い感じだったけど、子供でしたよね。顔つきが。だから、あの家に住んでた子供が黒魔術かなんかするために、親を生贄に捧げたってことじゃないですかね。で、多分どっかに隠れてて、車に先回りしたって感じじゃないでしょうか。で、ガソリン切れを起こしてしまった不運な主人公は、まあ最悪な末路を辿ってしまった。そういったね、感じじゃないでしょうかね。はい。それでは本日はここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。またね、何かしら雰囲気のいいホラーゲームとかね、見つけたら実況していきたいと思うので、よかったらね、また遊びに来てやってください。よろしくお願いします。それでは、島津のフリーホラーゲーム実況になりました。失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。